はい、今日はですね、まあ、江口さんですから<え>今まで見たことのあるかわいい酔い方こちらあ<ー>まあ言うても江口さんお酒大好きっ子じゃないですか今日日ね昨今あのコロナ禍だからなかなか飲み歩くことはできねえなねだろうけど、えー、まあそれでもまあいろんなところで首席をね渡り歩いてきたお酒チャンバラであちこで戦いまくってきた <laughs> チャンバランバルボーイとして。<laughs> どういうよかわいい良い方っていろいろ見てきたと思うんですよ私だってありますそうですね僕まあ言ったこともありますか。僕一番かわいいなと思ったのはこちらの業界のナバタメヒトミさんという方がいるんですけお酒弱いんですよ梅酒をちとコップ一杯飲んだぐらいでずっとこうやってゆらゆらーゆらってニコニコ笑いながら揺れてるのがかわいいなと思いましたそれはかわいいですねそれはそのままかわいいこれとは違うやつで何かありますかねそうですねまあいろいろありますけれども あのー、私の,、ねうん、あの事務所に、はいえまあ、後輩ですね斉藤相馬というやつがいるんですけれども知ってるかもしれないな知っても存じ上げてねいただいてるか分かんないですけれども。 その斉藤相馬ってやつがね、うんえー、まあもうこれ数年前になるかなうん、うん、まだまだあの何、ー、だろう食えるか食えないかみたいな時で一緒にこうじゃあ飲みに行こうよなんて言って、うん、じゃあ僕あのー、行きつけのところあるんで、うん、一緒に行きましょうよって言って何軒かあるんで今日は何軒か。 あのの、あの渡り歩きましょうみたいな。ピンポン玉のように。そう、これじゃあいいよ、全部。ほろってやるぜみたいな、マジっすかみたいな。うん、最初は、その、お料理の美味しいような。え、うん、ご飯,食ってご飯食べていただいて、うん、日本酒とかもいってはい、はい。いいですね。の、いいね、いいね、なん。うん、で、二件目は、ちょっと、なんか、えっ、ー、と、雰囲気のいい。なんか、えー、ちょっとね、あの、まあ、あの、綺麗じゃないけど。はい,はい。 な飲みやすくていうのはきあんまり綺麗すぎないところがねとてもい,い,、ね、きやすいなっていう。うんうん、も,いい、ね、もう僕も、ね、大好きなんでうん、うん、そこでやっぱりあのもうマスターとも知り合いで「先輩連れてきました」なんて言ってこうやっていろいろ飲むじゃないですか3軒目の辺りからちょっとずつおかしくなってくる知ってるるる気気ががすすんだよ3軒目辺りからちょっとずつおかしくなるんですけど一番最後の4軒目。うん それはもうほんとに多分マスターとめちゃくちゃ仲いいんでしょうねベロンベロンになりながら入ってって「さあいつもおろう」みたいな感じでおーかっけえいつものかっけえやって飲んでる時に、えー「今日はありがとね相馬、まあ」なんて言ったら「いやほんとね早口さんは俺のことどう?」っつんすか <laughs> なんで急に <laughs> <laughs> でなんかいろいろと自分のことを聞き始めてだんだんタメ口になってくるんですけどあまあでもねいいじゃないですかかわいいですよどどんどんため口になってって おい江口お前いつかぶっ倒してやるからね江口み <laughs> たいな <laughs> おいお前こいつ可愛いぞと思ってで <laughs> その時ソウマとなんか大学一緒だった同じ同級生のえと男の子なんか業種違うんですけどあの一緒にいてそれを間近で見てたんですその様子を三人で一緒に渡り歩いてたんですけどしたら次の日に 本当に江口さんっってていい先輩だなメールが来ました俺昨日最後のこと覚えてないですよっつって斉藤さんはね最近は知らんけど僕もちょっと前にねとある作品で一緒の時に京馬府に行ったんですよ。で京馬府で僕は自分の別のスタッフさんと飲んだりしてて自分の行った作品の。で斉藤さんともその作品関わりがあったんだけど斉藤相馬さんは別のらに別の作品でも出てたからそちらの方でお酒飲みになってらして「朝日さんどこにいるんですか?」って連絡が来まして。 楽しいじゃないですかいやどこどこで飲んでますよって話をしたら「うちのとこへ来てくださいよ」って別作品なんですよ <laughs> <ば>でもでもまあいやこっちの「でいやちょっとあそさんって様子がおかしいなとい途中から電話になったのに、ね「やばいやばい」「その電話が「あそさん。 やったみたいな全部 TH の発音みたいなやったたみいなこれは行かなきゃたまたま俺相馬と同じホテルだったからこれは俺が連れて帰るミッションもあるんだとそれで行ってみたら相馬さんがもうベロベロになってらしてすごくでも上機嫌でしかもそこのスタッフさんたちみんないい人で僕関係ないのに受け入れてくださってごめんなさいねって言いながらでも斎藤さんがどうしてもって言うんですどうしてもって言ったのかお前言いながら飲んでたら後半戦は最終的に2分に1回ぐらいかな2分に1回ぐらいあっそう 俺このゲーム大好きなんすよ。っていうのを2分に1回聞いた。<laughs> 分かってるよ。聞いたよ。聞いたよ。それで一生懸命タクシーに乗って。帰って。はい、でもホテルのそばのコンビニで、ちょっとお水でも買った方がいいだろう。はい、うお水買おうよ。っ、はい、て言ってるって言ったら、なんかしないけど、お酒の缶を持ってたんだ。斎藤さん、もう飲まない方がいいですよ。おやめになられた方がいいじゃないですか。<laughs> いや、ちょっと、あ、部屋で飲んで。<laughs> そうですか。私はシャルで寝ますよ。私。って,って言いながらも、俺も。 そういういい場で飲んだからから、ら <laughs>、はい。全くな自分で飲もうやない自分用のお酒俺も持ってたんだけど <laughs> それで持って「安野さんちょっとあれ一回入って日本添いたら安野さん入れ飲んで,いいですか?」って言ったら「あまあ来る分にはいいですよ」っていう話をしてたら <laughs> 一向にノックがなくて <laughs> 安野さんもすやすやね翌日すやすや起きい <laughs>、はい、翌日あの顔パン、お互い顔パンパンで <laughs> むくんで <laughs>。 それで大丈夫だったっすたらあんま覚えてないですねなんか部屋にお酒あってって自分で買ったんですかねとからしいなと思っねいやもう可愛くねそうやって酔っ払うね後輩いっぱいいますからね結局ね何にもね迷惑かかってなくていやそうなんですよ平和にね酔っ払ってくれるのですまあ今のそのねお酒の席を楽しむ江口さん私もそうなんですけどだから